にゃ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 なんて言ってたでしょうか。猫になったよ。好き？猫になったけど好き？猫は好き？嫌い？肉球、肉球もちもちだよ。可愛いでしょ？全然違ったけど好き。ひなちゃんかと思ったら猫だったもんね。ひなちゃんのショールームだと思ったら猫のショールームだったもんね。こりゃ違う、こりゃ違う。猫の配信です。猫派です。にゃん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 猫、にゃんにゃん猫、猫。ジュール買ってきます。ジュール、でもジュールってあんまりあげすぎてダメみたいなの聞く。猫飼いたい。にゃんにゃん、あ、シナ、シニャ、すごい、なにこれ。おー、できた。待って、もう一回見たかった。すぐ消えちゃった。あしたの猫ありがとう。すごい、今の。何今の。え？猫になったよ、今。ヒゲが生えた。ヒゲのギフトなんてあるのか。すごいね。あ、はあ、嬉しい。トラ。猫？トラ？猫？トラ猫。じゃ猫ありがとう。ザキーさん猫ありがとう。スルメットさん猫ありがとう。ケンチさん猫ありがとう。すごい、ランダムで違うんじゃ。この猫さんはかわいいね。あっ、あにゃーあーにゃー、うん、あじゃ猫ありがとう。面白いねこれ。トラ猫の時と紫猫の時がいる。おお、にゃーにゃー。やばい、これ一番今までのギフトでひな楽しいよ。うん、りょうさんでかいやった。あ、にゃー、トラガルルルルルガルル。タイムラグ、タイムラグあるの。アダリンさん猫ありがとう。タイムラグあっ
ってるの？え、ずれてるの？やん、ひなのとひなの配信めちゃめちゃ完璧よ、今は。うん、一応ここにおるよ、じゃとか言って本当に間に合ってない？毎回毎回間に合ってないの、ひなずれてるあ、あ、にゃーん、にゃーん。今どうだった？今完璧だったんじゃない？今1秒もずれてないどう？真ん中にいたけど、どう？すけさん猫ありがとう。え、ずれてるの、なんで？なんでずれてるの？おかしいな。真ん中にいる、真ん中にいるけど、なんでずれた？あ、にゃーちょっと下なんだね、これ。この辺なんだ間に合ってなかったネイブンさん、猫ありがとう。にゃー、ちょっと下なのか。あ、にゃーい、ガルルガルルルガルルルルルガルルルルルルどう？どうどう？完璧だったんじゃない？あった？今あったって言ってくれてる。やったー、イレのひでさん猫ありがとう。タイムラグあるんだね、面白いね。ヒナの中では、ね、ずっと完璧なのにね。うん、ここから動けないぞ、ここから動けない。なんかちょっと下にいる。あ、上がる、上がるじゃないにゃーにゃー、あ、置いた。あ、マルさん猫ありがとう。ちょっとずれてた、もしかして難しい、うん、ひなちゃん難しい。うん、おいしいの。うん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 、この猫ちゃん難しいな。にゃ、ガルルルルルガルルルルルルルガルルルルルルどう？今間に合ったじゃない。めっちゃ早く今答えたよ、私。ソウルメイトさん猫ありがとう。どう？ちゃんとガルルルなってたんじゃない？うんうんうん、ガルルルルガルルルルルルルガルルルルルルルガルルルルル、あにゃー、にゃーにゃ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 。あ、今2回連続だったから、さすがに特徴のヒークネコありがとう。つらかわいすぎてさんもネコありがとう。今のは完全に合ってたんじゃないね。ありがとう。なんかすごいいっぱい投げてくれてみんな猫チャレンジなった感じに。うんうん、そう、いい感じ。やだ、うんうんうん、あれじ、うんうんうん、楽しいね楽しいね、楽しい。すごい、今開始何分経ったんだろう。今楽しいね。みやちゃんだよ、ひなちゃんだよ、みんなひにゃだよ、黒猫、黒猫しか持ってない、白猫持ってない
猫着るとき大体この猫いつも服が違う。大体これ。おがにゃーん。にゃーん。にゃーにゃーん。猫。今の間に合ったかな。ちょっとずれてたんだよな。ありがとう。にゃんとにゃんと。せとしさん。猫ありがとう。にゃん。そう、みんな猫になった今日は猫になってない？そう、尻尾もねあるんだけどね見せない。見せない。猫になったんだよな君は。帰って猫になりました。そうだよね、やっぱ仕事場では猫になれないからさ。ひなまは今日はお部屋にいるから猫になれたし外ではなかなか猫になれないよね、みんなね。今日は仕事場でついつい猫になった人はいないのか？あにゃーにゃーしゃしゃわデキーさん猫ありがとう。仕事で仕事場で猫になったらクビやって。そんなことない。ああ今日も2022年2月22日、猫になるのは仕方がないことだ。猫バレはやばい。そんなことない。今日は許される。リミンリ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 ン。職場でガルルルって言っとけばよかった。そうだ、気に入らないことが起きた。カルルルカルルカルルルカルル。急にリアルに出す。猫の声真似。全然うまくいってなかった。カルルヘタクソか。僕で同じ肉は猫ありがとう。マジで買いたい。買ってもいいよ、ちゃんと世話してくれるなら買ってもいいよ。あのね、これ猫なのか虎なのか分からなくてね、一応ガルルって言ってんの。虎じゃない？黄色の時もしかして。なんか紫の時となんか三毛猫みたいな色の時はにゃーって感じなんだけど、なんか虎みたいなのがね、いるの。その時は一応ね、カルルルルって言ってる。シャッシャッシャッ。これはあれが来たらシャーにしとこ。みんなはガルルルルは犬やって言ってくるけ。シャーって言うようにする。
あ、にゃん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 、おほんとんさん猫ありがとう。今の猫やったな、キュートな猫。あ、シャッ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 、明日猫ありがとう。どうだった、いい感じ。いいですか？いいですよ。やっぱ消えてんのか、なんでなの。じゃあ後でみんな合成させといて。いい感じに。難しい高度な技術ね。うんうん、ニャーの猫です。グスちゃんはね、多分ヒナでね、今この状態で出たらね、はっっていう切ない顔をする気がする。お前はウサギじゃないのか、猫なのか。そうっていうね、顔をする、絶対に。うんうん、クシも今日は猫になってたりして。クシはね、耳がね4つになってしまう、猫になったら。それはね、あ、待って、ヒナも今耳が4つである。はあ、この世の限界を超えてしまった。これはいけないことだ。みんな秘密にしておいてくれ。音が聞こえすぎてやばい。そう、音が聞こえすぎてやばいの今ヒナ。ドンチャドンチャドンチャって向こうのね山まで聞こえるよ。そう、うん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 、にゃー、あ、じゃあ間違えた、シャシャ、あ、刃、あ、みんなに絶対見せられなかった。変えてたのに、刃で、刃ってやったのに、特徴の新宿君、クマありがとう。クマ猫、はぁ、クマしたらもう耳が6個やん。最悪。もうね、今広島県にいるんだけど、もうね、東京までね声が聞こえた、今。東京まで声が聞こえてしまった。うん、鬼滅の刃っていう面白いコメントして今、刃ないよね、悲しい。刃羨ましい。そもそもひなちゃんも猫好きですか。猫好きです。猫のなんか子猫のなんか動画をなんかふとした瞬間に多分見てるから、
なんかおすすめにインスタとかのおすすめによく子猫の動画が流れてくる。子猫めっちゃ声高い、にゃーみたいな、めっちゃ可愛い。こんねこ、こんねこって言いながら見てる。そう、本物の猫みたい。本物の猫だよ。今日だけね。やいわー、あやいわー。どう、どう出会えばできた、できた。ねえ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 、リオさん猫ありがとう。できた。できない、できてない。どっち、どっち、どっち。ゆんちゃんの本当は歯に注目しちゃう。本当の歯。もうできてるってできてたみたい。よし、よっしゃ。黒猫ヤマト宅急便。猫、猫、猫、猫。ツイッターのハッシュタグの絵文字も可愛い。可愛いよね、猫の日って日の無責やったの。ツイッターでツイートしたんだけど、その時に猫に引いて入れたら猫が現れた。猫現れたと思って、嬉しい気持ち。うん、スーパー猫に。あのみちゃん思い出す？尾の道はね、すごい猫いっぱいいるんだけどね、広島自体にね、結構いっぱい猫いるよ。あのね、本当にね、ちょっと夜暗くなったぐらいにこう歩いてたら、猫をむっと、なんかもう 100% 中 80% ぐらいの確率で出会う。広島めっちゃ猫多いんだろうなと。そう、野良のにゃんこにね、そう出会うの。めっちゃ猫いい、広島。お仕事終わって帰ろうと思って、テクテクみたいな。とか、お買い物終わって帰ろう、テクテクとか、ご飯行って帰ろうってこと、こうってしてたらね、もう 80% の確率で猫に出会うよ。あー猫って毎回なる。ね、すごい猫おる。テクテク何回。テクテクー。なんかもう聞こえなくなっちゃったんだけどさ、一時期さ、ひなのショールームで一生猫の声が聞こえてるって時期があったの知ってる。一生猫が喧嘩してるの、毎晩毎晩。昼もなくね、にゃーみたいな時あったけど、そう、
あったの覚えてるみんな。にゃーみたいな、そうずっと猫喧嘩したらみたいな。そう喧嘩じゃないか、なんか一匹がなんかずっと泣いとったんかいね、なんかにゃーにゃーみたいな、ずっと一匹が泣いとったんかっけね。なんかね本当にねずっとね猫泣いとる時あったよ。そう広島の猫ちゃん元気よいしょ。あ、人間の手の部分を見られてしまった。ボン、ラブコールね、いつも呼ばれとるいかんやいけんって言ってたんやけどね、ひなラブコールされとる。そういえば昨日あの誕生日でさ、あの毛利さんがさ、いつもツイッターで結構メンバーみんなお祝いしてくださってて、でひなもねお祝いしてくださってたんだけど、その時の写真があの瀬戸ビンゴの猫をの時の写真で、そう去年も見た気がすると毎年恒例になった猫、猫の写真。そう毎年ね瀬戸ビンゴのね、あにゃー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 瀬戸さん猫ありがとう。私瀬戸ビンゴのね猫でねお祝いしてくれる大体たまにね備品と一緒の、なんだろう STU のあれかもしれん、あゴロ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 くそくそできん、ゴロゴロできん、ゴロゴロの声できんかった。キーセブンさん猫ありがとう。 STU のなんだろう STU の単独コンサートの時のやつかなのね写真もね、ミヒンと一緒に撮った写真もね上がるよ森さん。そう、ちょっとビンゴ2ねえやりたいね、楽しかった。してキロッドラムロール上手だからゴロゴロも練習できたらできる、ゴロゴロもドラムロールでいいのあれ、ゴロロロロこんな早くない。ゴロ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 こんな早くない、うんできない。やばい高速ゴロゴロやったの今ゴーゴロ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 、クシタもさよしよーしって教えてたらさ嬉しそうにね歯ぎしりするの、それがねゴロゴロ言ってるみたい、ギリ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 ゴロゴロゴロってなってるそう
うさぎさんもゴロゴロ言うてます。ハーゲンダッツのナポレオンパイは美味しいな。美味しいよ。すごくないひな、ハーゲンダッツの一番新しい味を、その時発売してない、もう発表もされてない時のやつをね食べたんだよ。ナポレオンパイ、ハーゲンダッツのクラシック洋菓子すごくないね。そう、ちょっとまだこれ見てない方はね、福岡恋愛白書さんのもう一つの恋愛白書さんのやつをの CM の方をね見てください。あ、仕方です。はい、まさかハーゲンダッツ世にまだ出てない新商品を食べれると。ビンミじゃのう。あ、ゴトアンダさんが食べてた。そういうのはゴトアンダさんです。そう、ヨガのやつも可愛かった。ヨガね大変だったんよ。撮影の裏話がようやくできるあれねすごいさ、ひな硬いんよ実はさ。あのね、昔は柔らかかったんだけど、バレエとか習ってた時柔らかったか、それ柔らかかなバレエとかやってた時柔らかかった。もう僕はダメなんだ、言えないんだ、喋れないんだ、ダメなんだ。うん、はい、あの諦めちゃった諦めちゃった諦めちゃったはいとか言ってそう、あのねあのね、そう、今ねバレエやってた時は柔らかかった僕はダメなんだ、ボクチンできない、うん、ボクチン無理最後、これラストチャンスだ、これでなかったらひな、もうこの裏話しない急に今日はもうしない、明日するいくよ、ふぅひなさん、バレエやってた時は体柔らかだったもう話さないわ、うん、無理もうできない言ってほしい。あの、俺さバレエやってた時は体柔らかかったんだよねって言ってほしい。一回みんなバレエやってた時体柔らかかったんだよねって言ってめっちゃ普通に噛むんやけどこれなんか
かナチュラルに言えない。柔らかかった。何個かがいるかわからん子なんじゃった。温かかった。柔らかかった。いいのか。もう何が何だか分からなくなっちゃったんじゃないの。体が柔らかかったんだよ。そう。でもね、元バレエやめてからもう一切柔軟とかしないんよ。そう。そしたらね、めちゃめちゃ硬いんや、今ひなね。そう。結構ね、ダンス踊る前に柔軟やってるんだけど、毎回頑張ってるんだけど、筋トレとかやる前とかジム行く前とかでね、毎回やってるんだけど、今もね、なんか戻なくって、なんか柔らかさが。で、そのヨガの撮影するときに、すごいヨガの先生に言われた通りのポーズをしないといけなかったんだけど、もうさ、できないの。そう、また本編の CM の時にもしかしたら一番もうあれ以上に難しいねポーズしてたの。もうこれもめちゃめちゃ難しかったんだけど、こういう手広げてさ、ってやってたじゃん。あれもねめちゃめちゃ難しかったんだけど、プル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 みたいな感じだったんだけど、そう、結構ずっと撮らないといけない、ね、カメラはね。カメラがずっとこうなんか流れる感じで撮られてて、その時ずっとひな、やばいって思いながらさやってた。あれ以上に難しいポーズもやったの。プル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 ってなりながら、そう、本編でお楽しみに。めちゃめちゃ頑張ってる。そう、流れなかったらいい、教えるね、どのポーズやってたか。そうなの。何回もさ、辛いポーズをやっててさ、もう本当にひなちゃん柔らかかったらよかったってなってた。そう、でも映像で見たらちゃんとプルプルしなくて偉いと思った。そう、一番難しいポーズをプルプルしてるかもしれない、見るのが怖い。プルプルしすぎて放送できないかもしれない。後で CM 見ますね。そう、見てください。 Twitter でも今日言いましたし、Instagram のストーリーにも載せたんですけど、ストーリー後でちゃんとストーリー残る機能があって、そう、残る機能で残そうと思ってるので、ストーリーもあげてますので、どっちからでも、インスタからでも Twitter からでも見れました。そう、
イライト、そう、ハイライト。あ、にゃーにゃーにゃんにゃマリーさん猫ありがとう。うんうん、そう、うん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 、寝と踏んじゃった、寝と踏んじゃった、うんうんうん、猫踏んじゃったはさ、ティナ多分誰からも習ってないのにさ弾けるんだよねピアノ誰からも習ってないのに弾けるんよね、起きる、うん、うん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 、誰でも弾けるね。みんな誰かから習った？ひな習った曲一切ないの。そう、お、大和のさんタワーありがとうでーす。ひなタワーが大タワー。あ。あ、そういえばさ、あのタワーのお礼をさ書くって言ってたんだけどさ、実はまだちょっと勝ちなくて、あのなんか今日ちょっといっぱい七並べやってたらちょっと書きれなかったから、ごめんにゃーさい、あちたです、うん、ごめんにゃーさい、ごめんにゃーさい、うん、よいしょ、あしゃ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 あペノコ、うん、あれ、うんうんうん、あった、おお、なんかごめんね、じゅれたんじゃないの、なんかじゅれたよ、よいしょ、うん、話し会もあるよ、うん、大丈夫、今日の夜を書いて、夜な夜な書いて、あちさんのまあお昼ぐらいかな、昼ぐらいに投稿する予定でございます、大丈夫、うん、夜な夜な書きますんで安心してください、うんうんうん、よいしょよいしょ、これ合ってる、合ってるね、あ、合ってる、あ、当てた、あ、当てるよ、あ、あ、当てた、よいしょよいしょ、待っててね、ちゃんと折り書くからね、描きます、かわいい猫を描きます、スーパー猫の日って描こうと思ったらスーポーになってた、スーポーじゃないよ、ス
風貌やめて。擦れるの今日どうしてや。よいしょースポン猫の日リオさんあれなんだなんだなんだ寝坊したありがとう。手が猫じゃなくなってた。にゃん。台湾の子さんとはありがとうございました。にゃん。にゃんにゃん。見て。猫ちゃん。ここのスーパー猫の日のパーがポーになっとったんよさっき。こちらこそありがとうにゃん。にゃんにゃん。うんうん。猫さん。8枚目シングル「猫メイドさん」しようかな。猫メイドさん。サイズ用になれそうじゃない猫メイド。おかえりおかえりなさいませにゃん。19歳になって最初のお話し会だからめちゃめちゃね可愛い服用意してる。そうああ楽しみにしててね。おーおおまたケーキ作ってあら用意してくれるの嬉しい。うん楽しみだね明日ね。どっちどっち明日は可愛いぞね。なんちゃんも楽しみです。19歳最初ですからみんなからなんか結構さあのコメントとかこういうねこういうメッセージではいただいてるけどおめでとうまだ直接おめでとうは言われてないのですごく楽しみにしております。やったー。うんうんうん。ケントロビーやった。にゃん。切にゃい。切にゃい。
通常ポーズ迷う。何がいいかな、誕生日っぽいの。だからあれどっちになるかわかんないんだけどさ、ここにさ君が映るとするじゃん、ここにね。でさ、こ1とさひなが9ってやったらさ19ってできるのかな。ね、なんか前のさ最初の回のさ19歳になる前だから、せっかくだから1と8で撮ろうって言われて、あれなってたのかな、ちゃんとそう91とかな、そう81とかなってないかなって言ってたのにやばいよね、間違えたらちょっとこうかなりの私年齢が上になっちゃいますけどね。20ってやってもらった時02になってんの見ちゃいそう、あれどっちがどうなのかちょっとよく分かってないのひなちゃんの暇だりそう、どっちがどう、反対でやったらいいのかな、やっぱ映ってるのと難しいね。誰か教えて誰か教えてうん、多分ひなちゃんが10の、あ、なるほど、ひながこうやって1ってやってたらみんなが9って作ったら19になるってことか。 OK、わかった。わかったわかった。じゃあ明日それおすすめポーズにしとくわ。明日それおすすめポーズにしとくで、全員91になってたら笑う。笑顔になっちゃう。そう、毎回ねおすすめポーズ考えてるんだけどねそう、みんなおもろい。いやもちろんね、みんながポーズ何がいいって聞いて、ひなちゃんのおすすめでって言われたらおすすめポーズ言ってるんよ。そう、みんなが託されたらね。通帳と取るの忘れてた。切にゃい、切にゃいよ、切にゃすぎる。明日は投稿会のしまった。切にゃい、切にゃい。まあ、トーク会だけでも年季でくれるの嬉しいよ。そう、いっぱいひなちゃんに伝えたい思いを伝えてね、待ってるからね。そう、お話ししようね。はにゃはにゃ、どっちへよ見る。おはにゃ、1時間経った、1時間経ってない、1時間経った、経ってない、経った、経ってない、経った、経った、経った、ちょうど1時間くらい。あ、
何分やったか分かんないんだけど、今日何時何分に始めたんだーい。まだ？うん。オッケー。うんうん。31分から。すごい。すごい、本当だね。ギリギリ立ってないね。オッケー。体内時計がしっかりしてるのかもしれないわ。ガルルルルルびっくりした、びっくりした。汗汗。待ってたんですが、道グループ行こう。ギュエさん猫ありがとう。油断気持ちね、油断してた今。油断しないぞー。うんうん。うんうんうん。朝誕生日のお祝いしますね。嬉しい、待ってます。明日って3月もあるよね、お話し会ってあるよね。うーん、うん、あれよかった。3月は20と21。おお、連続のやつだ。26、そう、26日もある。そうだよね。じゃあいっぱい話せるわ、よかった。うんうんうん。ね、でもそのね、2021が終わってしまった。8も、8じゃない、セブンが終わって、ありがとう期間に入るね。うんうん。まあでもすぐまた8の持ち込み始まると思うけどね。うん、うん、ヘタレたちよ、あっという間やな。なんかいつの間にか終わっちゃうね。終盤だよ、あっという間や。明日もね、楽しんでいきましょう。楽しんでいきましょうね。うん、ではでは、そろそろランキングを読みたいと思います。1枚目はね、ちょっと頑張ろうと思ってるので、たくさんたくさんたくさんみんなに来てもらえるように頑張るぞーって思ってるので、はい、みんなが会いに来るの待ってますよ。看板いっぱい出そうね、一緒にね。よし、ランキング読みますね。13位、おばちゃん。おばちゃんのことが好きにゃさ、おめでとう。12位、はなちゃん。大好きにゃん。ちょ。11位、ドリーさん。ひにゃちゃん、かわいすぎる。にゃ。かわいかろ。久しぶりに使った山口弁。かわいかろ。10位、タクトさん。ひにゃちゃんとお話できるの
楽しみ。明日ひにゃちゃんじゃないよ。明日はひなちゃんだよ。ひにゃちゃんは2022年2月22日の間だけです。スーパー猫の日。でもちょっとエイトで猫メイドさんやりたくなったからエイトでやるけど。突然猫になる時がまた来るかもしれない。うん。あら、ランチング変わった？13、12、11。あ、いや、いいのか。10位、ソウルメイトさん。ソウルメイトさんのことが好きにゃさん。おめでとう。9位、ドリンさん。あ、ドリンさん9位になってるにゃ。おめでとう。8位、ハンスタン。別に、ひにゃ最高って思ってるだけなんだからね。でしょ。にゃんにゃん。今日いっぱい SNS で猫ちゃんがいるけどひにゃちゃんが一番でしょ。7位セトシーさん。セトシーさんのことが好きにゃさん、おめでとう。6位徳島のしんじくん。明日は枚数少ないけど嬉しくね。いえいえ、来てくれることが嬉しいでございます。よろしくね。よろしくにゃん。待ってるにゃん。5位がレイブンさん。大好きラブラブ、あ、大好きラブニャソン。今日は七並べに初対戦。おお、初対戦おめでとう。今日すごいいっぱいやってたの。そう、そしたらみんなもね、いっぱいやってくれて、すごい嬉しかったよ。いっぱいこれからも対戦しようね。4位アキーセブンさん。アキーセブンさんのことが好きにゃさん、おめでとう。3位ザッキーさん。猫ザッキー、猫さん。あ、あ、にゃにゃーにゃにゃーにゃー。ザッキーさんのことが好きやぞー、おめでとう。だ、誰だ。あ、ザッキーさんか。ありがとう、にゃーん。そして2位がリオさん。今日は世界一かわいい猫に癒されました。おー、嬉しい。にゃにゃん。自由。そして1位がドゥルルルパパーン、台湾のゴさんです。台湾のゴさんさん、うん、まあまあまあ、台湾のゴさん、台湾のゴさんのことが好きにゃさん、おめでとう。にゃん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 、猫猫にゃん。おめでとう。はい、みんなパチパチね。ありがとう、みんなパチ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 。うーん、ありがとうにゃん、ありがとうにゃん、配信ありがとうにゃん、配信ありがとうにゃん、見てくれてありがとうにゃん。はい、ということで皆さん今日もスペシャルゲストコメントたくさんありがとうございました。読めてない皆さんごめんにゃさい。でも次の配信で読まれるかもしれませんので、まだフォローしてないよ、フォローしてにゃいよっていうね人はですね、ここにあるハートのボタンを押してでもフォローしてください。そして次の配信をまた会いに来てください。また明日やるのでね。そして Twitter、Instagram も毎日投稿しておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。にゃんにゃん。 TikTok もやってるのでそちらのフォローもよろしくお願いします。にゃん。そして七並べも明日も朝の6時半から7時半までやっておりますので、ぜひぜひ七並べもね。2月あと何日だ。あと7日、1週間ぐらい、あと1週間ぐらいだね多分。
あと1週間一緒に頑張っていきましょう。いっぱい朝もね、毎日本当にね、みんなと対戦できてすごくすごく一緒に頑張ってくれて嬉しいなと思っております。はい、うんうんうん。ではまた次の配信で会いましょう。今日も一日あつぴよにゃんでした。バイバーイ。あつぴよにゃん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 。スーパー猫の日でした。2022年2月22日の配信でした。バイニャーン。あつぴよー。